はい、藤子です。今日はなんだ、初めからそこにあったんじゃんっていう、まあ悟りについてね、分かりやすい説明っていうのかな、がちょっとできるかなっていうのを思いついたので、まあ太陽ってずっとありますよね。まあ太陽は太陽ですよね。で、今日の天気がまあ雨だったり曇りだったりとか晴れだったりとか、いろいろ変わる、空は変わるな、天気は毎日変わるなって思っているけれども、太陽はずっとそこにあるわけですよ。で、地球もそこにあるわけですよ。で、なんでいつもね、空が違って見えるかっていうのは、要はね、地球のコンディションっていうのかな、まあ空っていうか大気圏かな、まあ雲とか、まあそういうフィルターを通して太陽を見るから、まあいつも違って見えるっていうだけで、まあ地球も太陽もずっとそこに普通にただ存在してるだけですよね。それにわざわざ意味付けしてるのは、まあ地球の方のコンディションというか、見てる側からのコンディション、要は自分だったっていうことだよね。いろいろと物事を難しく考えたりなんだりしてるっていうのは、ただもう自分の心が勝手に決めてる。だから、まあ自分の思ったことが実現するっていうのは、まあそういう意味みたいな感じとも言えると思うんだけど、まあ要はなんだ、初めからそこにあったんじゃんっていうことの考え方で分かりやすいかなって思うのは、太陽と、地球は普通にただそこにいつも通りあるけれども、それが日によってね、感じ方が違く取られるのは自分自身の心だったっていう話。わかるかな？まあいいや、これを今日は発信したいと思ったので、その夢を叶えた私に OK を出しておきます。ではまた、なんか思いついたら撮りますので、楽しんでいただけてたら幸いでございます。ではまた、バイナラー。